お株の話話するもうう回じゃあちょっと話しとこうか4月の1日がなんか s t s さんの誕生日だったんよ。で、s t s さんの自宅タワマンでパーティーをやってたのね。私、その日、ヤモトの、ヤモトのクリニック出勤だったのよ。受付の仕事はもう回して終わって、で、そっから急いで向かって、誕生会も多分終わりぐらい。まあみんなもう飲みまくって、いい感じになったところで、 てててって言われてたの。まあ、その日も DM あって、なんか、まあ、サプライズで、タヌクナさん呼びたいんで、STF さんには内緒で来てくれませんかって。STF さん経由で、まあ知り合いになった、長くなった人、まあ二人くらいから言われてあ、じゃあ顔出し行きますわってな。言ってたわけよ。もともと一気はなかったんやけど、もう仕事もあったし。まあでもじゃあ顔出しだけほんまに一瞬だけ行きますって。そんな配信するって言って戻ったけん、時間もなかったけん配信せなあかんので顔出しだけ行きますって言っ,て言ったのよね。 お願いされてね。でも、その、ま、仕事の後やし、化粧も特にしてなかったから、帽子を真にかに被って、メガネをして、マスクをして、で、さらに服は、もう上下ダボダボの服で、まあ、あ性ちっちゃいけん男って間違われることはないけど、ちょっと不審者っぽいルックで行ったの、ね。本当に誰かわからない感じで行ったのね。家着いて、ピンポン押したら、僕が開けるんで、っつって友達の人が開けてくれて、で、家入ったら、入った瞬間、瞬間は言い過ぎやな。入って2秒で、知らんおっさんが、言ってきて、えっ 女の子来たやん。女の子。え、誰え、可愛い,い。顔見せてよ、顔って言って。 帽子に手をかけてきたんですよ。この間入って2秒です。で、いやいやいや、やめろって触んなってって怒っとったんやけど、え、マスク取って見せてよ顔みたいな感じで、まあもう酔っ払っておっさんにだるがらみされたわけですよ。これってね、まず恐怖が来るじゃないですか、まず。なんか知らんけど、入ってすぐ身ぐるみを剥がされそうになっている。基本的には多分恐怖があったんやけど、私は多分まあそれをちょっと怒りに変換して、そこで、じじい触んなマジでとかで、めっちゃ切れてた今な。でも、よっとじじいやけん、その触んなって言ってもさ、なんでみたいな感じで、 いるのよほんで、うわ、もう酔っ払いや、ほんまに嫌や、みたいな感じでな。へきへきとしてるわけ。ほんで、そのじじいと戦いながら、振り切って、周りもな、なんか、別に止めるでもなく、なんか、わからんない、そいつが権力持っとんか知らんけど、なんか、うわー、みたいな感じで見てたんかな。で、STF さんにプレゼント渡して、誕生会やん。で、みんな盛り上がってるとこやんか。で、そこで STF さん嬉しそうだったけん、私はもうそこでは言わんかったんよ。帰ってムカつくことは全部言おうと思って、今は楽しそうやから、おほっといてあげよう、みたいなね。 ってほっといたんですよ私はもう別にそいつともう関係っていらんしないから、わざわざもうそいつに会うんややから、あれやけど、STF さんが後日そいつにもうそういうこと、先輩いてよって言ってくれたらいいなぁぐらいの気持ちで怒ってたわけやけど、なんか株倉ってキモいじゃないですか。 だから、田ヌカナが普段そういう芸してるから、されても仕方なくね、みたいな。で、ひとし松本の件で私は、ホテルに行って、金もらった女をすげえ叩いてたのよで。仕事がもらえるとかさ、お金がもらえるそれを期待して、ビップとホテルに行って、8年後に私たちは買われたっていうのは、貴重やろ女がって言ったら、結構荒れとったんやけど当時。で、それを今持ち出してきて、お前もラブスターじゃね二毛作じゃねって言われて荒れてるわけ。だから、私は、お願いされてそう、サプライズで誕生日パーティー。 行行っっってててプレゼントを渡しただけけそそこでテクハラっていううかなななんやけどな暴力行為近いと思うよなそれって確かに、父を触られた、ケツを触られたみたいな話ではない。どちらかというと、暴力行為で恐怖を感じて、でもその場じゃ、やっぱり私、フィジカル弱いしな。負けるから、帰って文句言ってるって感じかな。それをなんかダブスターとか言って、私ももう怒っとんよ、マジで。え何みたいな。 しかもそれをインプ稼ぎしたいやつのゴミ、ドンとかいうマジのゴミがお金ないんだと思うんよな。わざわざ青バッチつけて、インプレッション稼ぎして、違うって言っても,も、修正すらせんとずっと載せとるから、まあ稼ぎたいんだろうけどさ、小銭を。で、それに私を叩きたいだけで、よくわからん情報で、こう来たやつとかがいっぱい集まって荒れてるわけ。 で、私、酔っ払いがめちゃくちゃ嫌いなんよ。だから、そういう飲みの場とか絶対行かんのよ、基本的に。今までさ、STF さんに何回も刺されたことあったんやけど、誰々の何々かやってますって、やってたんやけどさ。でも私は、まあ、行かんかったよ今まで。勉強会は行ったことある。ただ、酒が入ってなくてみんなで真面目な会だったから、そういうのは顔出しはしたことあるよ。ただ、飲みが入る席は絶対行かんかったん私。けど今回、そういう、もう頼む。 って言ったから、長いするつもりもなく、な。そこでもう酔っ払いに絡まれてしまった。もう無理やん。ガーフやん。マジガーフやん。男尊女卑が治らん。老害だるいな。でもね、エステーさん、悪くないね。なんでかっていうと、人が八十。 人ららいっったたしいねんそそののの場に。に。私、暴力行為を受けたのが、入って2秒とかなんよほんまに、だから、STF さんは、もう気づくことすらできへんかったんや。だから、STF さんはマジで悪くなくて、でもめっちゃ謝ってくれた。本当にごめんなさい。僕が、ちゃんと管理してたらよかった。しかも、STF さんはさ、なんか私が来るの知らんかったしな、そもそも。私を誘って た。2人くらい。もうすごい。謝ってはくれたよ。いや僕らがちゃ,ちゃんと見とくべきでした。みたいな。入って2秒でやられるとは誰も思ってないやん。そのおっさんがほんまに判断が早すぎたんよな。この女セクハラしてもいけそうまでの判断がクソ早かったんだと思う。まあ、でも私が男だったらまず怒ってないし、私が180センチ。筋骨流々な女だったら顔をね。両手で包むようにしてね。こう。 ってやって量の鼓膜を破ってやったところなんですがだからこそ恐怖だったんよなそうやって来られてで酔っ払いやから大きい声でやめろって言っても やめてくれなくて、周りも、うわ、あれなんなんみたいな感じで見ようだけやしね。で、そう、特定して名前されそうだって言うんやけど、もう私ちょっと STS さんと話したんやけど、今回のことは、本当に僕が悪いですって言っても、うここまでのことになると、犯人をさらし上げたらそいつが死ぬから、聞けるような状態でもなくて、それも犯人が全然出てこんやん。それってさ、みんな STS さんに迷惑かかると思ってさ、黙っとうらしいねんな。 10人くらららいいいおるやつらがマジでみんなんなななな黙っっっっとしこれ言ったらやばいなってなってあいつ、だから、やった、あの、ちょっとちっちゃいおっさんが、相当権力者だったんかもな、とは思う。STF さんが、やめてくれって言うから、もう、これ以上、探さんし、もういい。まあ、私は、もう、めちゃくちゃ言いまくって、STF さんがめちゃくちゃに謝ってくれたから、もういいかな、というところです。しかも、彼は悪くないのにね。だから、まあ、STF さんが可哀想やから、もう私は別にもん。ちなみに、まあ、犯人今なんか特定してるよっていう、なんか、投資家、おじおったんやけど、そいつがな、私に謝ってくるのが筋だとは思うけど、 でもそいつも酔っとったけん覚えてないで絶対済ませるもん。めちゃくちゃベロベロだったしな。って言われたらもうどうしようもないけんな、こっち。酔っ払いの酔っとって覚えてない。酒飲まん奴らからしたらほんまにムカつくからな。許されへんよ、マジで。だから何やからな。だったらもう、じゃあ私もう株クラは行きませんねって言っておいた。 だから一人で行ったのはんでかっていうと、仕事終わりだったんですよ !10 時に終わって、10時半に閉めて、そっから向かって、着いたのが11時過ぎくらいです。その一瞬だけ顔出して、だからプレゼント渡すだけだから、行けると思ったのよ。普通そんな用気しておるってもわからんかったしな。そのために1時間かかる床帯読んでもしゃあないやん。だからパッと行ってパッと帰ろうと思ったら、もう入って2秒だったから、余計用なかったの、本当に。それで、自業自得って言われたら、それちゃうくねえっていう話じゃねえか。 インプ稼ぎマジムカつくねんなマジムカつくねんな。無理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 。ダブスタって言いたいだけやんぜ、モルやん。本質はそうだと思いますとかさ。本質の話してないんですよ、今回。今回のケース、ちゃんと照らし合わせて考えて、ホテル行く女と一緒なんかっていう話をしてんのに、いやでも本質はダブスタで、みたいな。 でから女を使って情報を得ているなんて、待て待て待て。あのさ、まあまあ、それもなんかネタで言ってるかどうかはわからないとか言うけどさ、私と STF さんがやってるわけないやろ、マジで。言ってるだけやん、マジで。でも、まあ確かに私が女で、女だから教えてもらってるっていうのは、まあ、どこかあるかもしれんよ。でもそれって女使ってるとはまた別だと思うよ。STF さんに父を触らせたり、ケツを触らせたり、こうたまにね、今日泊まいり行きますとか言って、 もらってんのとはまた違うやん。女で喋りで売ってて好きな配信者っていうことで優遇してもらってるはさ、スキルの方に入らへんのかっていう話。マンコはそういうスキルとかをすべて吹っ飛ばして体を差し出して、まあ顔面の良さと体で情報を得てるやつのことが私は嫌いで、そういうやつに向けて言ってんねんけどな。いや、向こうも選ぶ権利ある。やかもしれわ。<laughs> な。まあこれはでもまあ、済んだんで大丈夫です。 って話を済んだんでね。たぶん、お前は救われる足元。救われてんねん、常に。